こんにちは、エマです。一日一問、ディクテーションの時間です。聞き取って書いてください。時間がある人は、シャドーイングもしてみてください。では、3回言います。私の趣味は本を読むことです。特にミステリー小説が好きなんです。 次は少しゆっくり言います。私の趣味は本を読むことです。特にミステリー小説が好きなんです。最後に字幕を入れて言います。私の趣味は本を読むことです。特にミステリー小説が好きなんです。 では、解説の時間です。どうですか聞き取れましたか私の趣味は本を読むことです。本を読む。これは動詞です。後ろはことです。私の趣味は読書です。 読書。これは名詞です。後ろはことじゃありません。名詞はことじゃありません。次の文を見ましょう。ミステリー小説。ミステリーは何かわかりますか初級で本や映画のジャンルも勉強しましたね。他にも 恋愛とかファンタジー、ビジネスなどいろいろなジャンルがあります。頑張って覚えましょう。今日も頑張りましたね。お疲れ様でした。ではまた次のディクテーション一緒に頑張りましょう。またね。さよなら。